新たな歴史改変の反応があったのがその巻物じゃ。ナッパとベジータ二人のサイヤ人が地球に来た時の歴史よ。今度はサイヤ人が二人、大変じゃの地球も。ラディッツの時といい最近歴史改変が続くのを気をつけるんじゃぞ。雑魚が一匹増えた。どうだ、俺たちを助け出しするつもりか。朝とあいつらと待ち合わせた。あいつら首相の俺さえ誰だっていい。ウクが帰ってくるまであいつを食い止めるぞ。やつしかいない。勝負を近づいてくる気配がない。敵のそばにいる。この邪悪な悪魔。何者かが僕を足止めしているようだ。このままでは全員やられてしまうぞ。我々は僕のところに向かうんだ。お前ってやつは。酒に酔う。こんな楽しい生活はないぜ。俺たちは生き残ったサイヤ人のわずかな仲間。仲良くしようよ。誘惑に乗ってはいかんぞ。こやつの気は邪悪そのものじゃ。そのつもりはない。邪魔しねえ。どういうわけだか、オラにそっくりだ。俺とカカロットが似てんのも無理やない。俺たち使い捨ての下級戦士はタイプが少ないからな。だが、ただの下級戦士で終わりはしない。いずれ全てを俺にひざまずかせてみせる。聞こえますか？今、こちらに俺のパートナーが向かっています。ターニーさん、侮れない相手です。力を合わせて倒してください。まあ今回はこんなところか。追ってください。なんてパワーだ。お前ってやつはどこまで強くな。消えた。いやー、のんびり考えてる暇ねえ。早くご飯たちんとこに行かねえと。おめえが何もんか知らねえけど、ありがとな。助かっ。さっき向こうででかい木がまた一つ消えた。急がねえと。おめえも
来てくれっか。クリリン向こうはもう離れてくれ。あとはオーラたちに任せろ。わかった。ごはん、俺たちは行くぞ。お父さん。ついに現れたな。わざわざ何しに来やがった。まさかこの俺たちを倒すためなどくだらん状況に言うからじゃないな。天神だ。やめて。今度分かってきた。ナッパ、お前はそれをとっとと倒せ。やったじゃないか。次もこの調子でた。天だぜ。これで貴様らはもう終わりだ。オザルク、オザルの化け物。オザルになった月が来た。人間の時の10倍にもなる。バカめと分かったぞ。リクエストプロさんも武道会場をぶっ壊した化け物っていうのも
てもまだ何か。こんなところで聞いてくるなんて。歴史をもとに戻すことはできないのか。まずはナンパを倒してしまえ。さらっ、貴様らがこの俺に戦いを挑んだのが間違いだったのだ。訓練の成果が出てきた。どんどん行こうぜ。逃がしてたまるか。なんで止めるんだよ。クリリ、いいんだこれで。え、この次はオラが、ホラが一人で倒してみせる。ありがとな。歴史は無事元の流れに戻ったぞ。こっちでも調べてみたが、歴史を荒らしとる奴らはどっちもとんでもない悪人じゃぞ。ターレスはサイヤ人の生き残りの一人、宇宙を暴れ回るならず者クラッシャー軍団のボスじゃ。スラッグも数々の星を支配下に収めていた魔族の軍団の親玉じゃな。二人とも他の歴史で悟空君に倒されているわ。おそらくトランクスたちが二人を追っているが、まだ足取りはつかめておらんようじゃ。何か対策を考えなければの。そうね、その通りね。でも私用事があるからこの辺で失礼するわね。こりゃわしの話を聞いとったんか。話し合いをせんといかんじゃろうが。何よもう、私だって忙しいのよ。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だからあの子のお世話をしないといけないの。
ほう、そうじゃったのか。それはめでたいの。時々は時間の流れを司る神聖な鳥、卵の中には新しい宇宙の時間が詰まっとるんじゃ。簡単に言っちゃうと、時々の卵には時間を生み出すエネルギーがあるの。あの子を守り育てて健康な卵を産ませることは、時の海王神のお仕事の一つなのよ。ほほほ、生きとる間に新たな歴史の始まりを見ることができるとはのう。そういうことで、私は行くわね。あ、じゃから、あやつらの対抗策を。そんなの、また邪魔してきたらぶっ倒すしかないでしょ。いや、まあそうかもしれんが、やれやれ、今後も力押しになりそうじゃの。お前さんも大変じゃな。ま、頑張れよ。